アロハ YouTube。 はい、今回はですね、前回に引き続き内装の方のご紹介をしていきたいと思います。それでは、ご覧ください。はい、では、続いてエンジンをかけていきたいと思います。はい、ちょっとですね、まずこの音を聞いてもらいたいです。この音がですね、もうちょっとな、僕は何よりもこのゲレンデの G63 のですね、一番おすすめしたい点ですね。音がいいです。はい、でここがメーター周りで、ナビ類ですね、これスイッチ類ですね。こんな感じになっております。でですね、各種アシスト機能も、ついておりましてですね、この車間ディスプレイだとかブラインドスポットというアシスト機能、安全機能ですねもついております。このまあブラインドスポットなんかは車線変更するときにすごい役に立ってくれる、そんな嬉しい機能ですね。はい、でここにですね、ディストロニックプラスの、レーダークルーズもついております。はい、ライトをつけたですね、外装も見ていただきたいので、はい、ヘッドライトはセルロンヘッドライトですね、 HID となります。でこのさっき言われた5灯の LED というライト、でナンバー灯は LED となっています。わずかに光るこのアンビエントライトっていうのもすごい、本当に夜の運転もだいぶ楽しくさせてくれる、そんな雰囲気内装となっております。はい、ではですね、ちょっとの車の方をぐるっと一周していきたいと思います。はい、ではいきますよ。はい、まずこのエンジン音っていう、まあエンジン音もですけど、このマフラー音、これが何とも言えない、ところですね。僕これが一番大好きです、このマフラー。燃料が少なくなりました。はい、あでバックにするとですね、こちらにリア後ろのですね映像がこうこんな感じで映ります。はい、でゲレンデはですね、まあ、ハンドルは正直重たいですね。小回りはちょっと小回りが効くっていう車ではないです。はい、こんな感じでぐるっと行きますと、もう AMG なので、これ高速とかですね、乗られる時にですね、おそらく一番この車の性能っていうのを発揮できるんじゃないかと思います。まあ、街乗りだと本来の、性能をフルに活用せずにしてしまうので、ぜひ、高速に乗っていただきたいなと思いますね。はい、でまあ足回りだとかも AMG 専用となってますので、すごいふらつきもですね、以前のものと比べるとだいぶなくなってるなっていう
感覚はします。はい。で、こんな感じでですね、実際乗ってみるとですね、いろいろ感じる部分っていうのとか分かる部分っていうのがあると思うのでですね、ぜひ、ご試乗の方ですね、いつでもご予約いただければ可能となってますので、一回こちらの G クラスぜひ乗ってみてください。はい、お待ちしております。はい、今ですね、まあ、外装、エンジンをかけた時と、ご紹介いたしましたが、正直ですね、この、数分の動画でですね、この G63AMG の魅力を全てお伝えするっていうのは本当に、難しいぐらい、本当にいっぱい魅力っていうのが詰まっております。ですのでですね、一度ですね、本当に試乗をぜひしていただきたい、そんな一台です。乗ると楽しさだとか魅力っていうのがより、実感していただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ、ご興味ある方はですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、それでは今日は、今回はですね、こちらの G63AMG の方をご紹介してまいりました。最後に、気になるお値段の方ですが、車両本体価格お安いですよ、848万円となっております。はい、お安いと言ってもまあお高いお車ですので、ぜひうちのですね G クラス専門店でご相談いただければと思います。はい、では、今回はこれで終わりとします。それではマハロー。